思い出のガンプラキットレビュー集。SD ガンダム BB 戦士82。スペリオルランダー。ガンドランダー、魔風の聖剣とは、バンダイさんが90年代初頭にガチャポンメインで展開していた。いわゆる、ガンドランダーシリーズの第2作である。当時の交流伝説ブエルガストと同じく、ファンタジー RPG 路線の作品なのですよ。第1作、闇の黙示録の頃からなんだけど、元になったガンダムなどのキャラがわかりづらいってんで、あんまりが近所には人気がなかったシリーズなんだよね。ガチャポンの自販機にこいつが投入されると、いつまで経っても中身が変わんなかったりしたもんだよ。まさに、ほろ苦い青春の1ページなのだー。あらすじはこんな感じだよ。ガンドランダーたちの活躍により、サザバルガの野望が打ち砕かれてから100年が経った頃、ゴーンドランダー神殿で暮らしていたスペリオルランダー、アレックスランダー、ゼファードプラスは、些細な喧嘩が元で、神殿に刺さっていた魔風の聖剣を追ってしまい、ガンマドラゴンや配下のモンスターが復活しちゃったのさ。新たな魔風の聖剣を作るため、三つの素材を求めてスペリオルランダーたちは旅立ったのだー。キットの値段は500円。1991年の発売だったのさ。BB 戦士では唯一のガンドランダーシリーズのキットなのですよ。他のキャラは、元祖 SD でキット化されたりしてたんだよね。ガンドランダーを差し置いてスペリオルランダーがキット化された背景には、当時も様々な憶測が流れたものなのさ。やはり、ガンドランダーの人気がなかったことだろうな。これに尽きる。角や爪をつけたゴテゴテしたデザインもそうだが、ストーリーもわかりづらかったのがいただけない。まさに K の言う通りであるな。しかし、第2作もキャラが派手になったわいが、それほど人気があるとは俺には思えん。見ろ。ガチャポン自販機の下に捨てられてる人形は、すべてガンドランダーではないか。うむ、まさにシシルエルエといった光景だな。見るみたいん。俺が捨てたやつだけどね。キットは当時としてはスタンダードな作りで、武器の爆王剣とシールド、射撃武器のメガフレアデバイスが付き、定番のスプリングで弾を発射する機構が付いていたのですよ。角のみがメッキ仕様で、他の金色の部位はシールを貼る仕様なんだけど、シールだとなんだか安っぽくなるんで、金色の塗料をちまちま塗ったものなのさ。なぜかランナーロック方式を一部だけ採用している意味不な仕様。解説書のゼファードプラスの項目では、もう次のキットなんて出ねえよー。なんてのがバカでもわかる挑戦的な文章。当時のバンダイさんのカオスっぷりがありありと垣間見える内容なのですよ。これか、この角をつけたらユニコーンがユニコーンランダーになったり、ダブルオーガンダムがダブルオーランダーになったりすると言うんだな。よしやってやろうじゃねえか、こんちくしょう。そういえば、当時、上野の山城屋であったバンダイの従業員が言ってたっけ。残業続きで家に帰れねえ。